ございます。今朝のメッセージは冬に根を張るです。写真、冒頭の写真はですね、麦、うちの田んぼにですね麦まきしてるんですけど、今発芽して朝日浴びながら葉の先端から根から吸い上げた水を出し、なんていうんですかね、命の素晴らしさというか本当に芸術を朝から拝見してます。冬に根を張るんですよね。もう少し成長したら今度麦踏みって始まるんですけど、どんどん上から踏まれて鎮圧されて、土が締まるわ、自分たちはなぎ倒されるわ、どんどん上から何回も何回も踏まれるんですよ。上に伸びるんじゃなくて下にどんどん根を張れって、鍛えて鍛えて鍛えて、踏んで踏んで踏まれて、そして根を張って、あったかくなってきて、倒れない風や大雨やそういうのに倒伏しない強い体を作って上に伸びていくんですね。人間も一緒ですよね。冬が大事だって、楽して儲かりたいって、楽に生きていきたいって誰だって思いますよ。私も思います。しんどい冬ほど、寒い冬ほど布団から抜けたくないし、あったかい布団の中で何かには巻いてないですよっていう願望がないわけじゃないです。でもそこに成長はないですよね。まあ毎朝毎朝こうして寒い中にトレーニングしてるのも、将来そう言って成長して、麦じゃないですけど必ず成熟期が、収穫があると、黄金の実りがあると見えてるから根を張れるんですね。必ず時期が来て、時間は必ず過ぎてって、そこにゴールがあると決めてるから今が努力できるんです。もしゴールが見えてなかったら、ただの苦痛の継続でずっと苦行だったらもう死んだ方がいいやと思います。希望を持つ、必ず春が来て、そして黄金の実りがあるって、5月末になったら麦狩りは必ずあるんです。一面黄金の畑になって麦狩りが始まって、そしてまた何もない状態からまた田植えが始まって、今度稲が育っていくんですね。その1年のサイクルが決まってるから、冬必ず踏みつけて根を張るって、この冬の時代にどれだけ根を張れるかって、諦めない、収穫期を必ず収穫があるっていうゴールをもう右脳に鮮明にイメージして、私は1億1号農家達成、この郷土で幸せに家族と暮らしていく、そして息子たちや孫たちに囲まれて生きていくっていうゴールを本当に達成するんだと、だから今根を張る必要があるんだと思って、いろんなチャレンジを繰り返して根を下に下に張っています。今日は麦踏みの話題から根を張るというメッセージでした。以上です。